その仮面。決まりがあったはずだ。いえ。星を、すべて。ああ。撃墜用ドプ、プリンなら大丈夫よ。そうでしょうか。5700しかないんですよ。やられるはずないっすよ。そう簡単に。ずっと2500。カウントに倍以上の差があるっていうの。そうなんでしょう、姉さん。に支配されてしまうって知ってる。リヒトじゃないなのよ。彼女もまた。ここリヒトが言ってた。撃墜王の中に最後まで腹を引き出したのよ。リヒトにぶつけて昔の化け物に戻すために。おい園原、何を泣いている。使えんメガネだ。敵か。よせ兄さん。貴様もっては殺す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 。ダメ。リヒトンさん。そうか。あなたの敵は私です、リヒト先輩。今のうちに逃げて。でもあら引っ越したの。人々からたくさんたくさん奪ってきたんですから。もう一度だけ、もう一度だけ私の。奇跡は敵は殺せ。いけません、そんな体で。私があなたを撃ってしまったから。俺の信念そのもの、炎では切られたが、敵貴様の本気か。本気か。こりゃ終わらない。私が、でも人殺しにならなくて済む。私が、私だから、僕が
礼を尽くさねばなるまい。ああ、本気だ。目は覚めたか、ドアを。あのくん、あー、注意。ウサギはある日カメに言いました。お前は本当にノロマだ、かけっこをしたのですが、ウサギは全力で走り、とてもカメは追いつけません。そこに魔法使いが現れて、カメにこう言いました。私の血を飲めばウサギなんかよりもっと速く走れるよ。カメはどうしても追いつきたわ、目にも止まらぬ速さであっという間にウサギに追いつき失礼したことはない、どうせ逃げられはしない。私